今日は2017年7月3日8時22分ですね。朝日新聞の一面には、昨日の都議選の結果、自民党が惨敗、まあ予想されていた通りですね。まあ、この間安倍政権の傍若無人な振る舞いに、国民がどういう馬鹿にするやつなんだろう。国民はどこまで馬鹿にされても蛙の面にしょんべんなのかなと思ってましたけども、さすがに怒りましたね。みんな怒れよと私は呼びかけてたんですけどね、こんなに馬鹿にされて、お前らどうせ馬鹿だからいろんなこと言ったって分かりゃしねえだろうし、何でもかんでもすぐ忘れてしまうだろうみたいな態度を政権が取り続けてきて、さすがにバカにするんじゃねえよということで、昨日の結果なんだろうで、めでたしめでたしかというと、やっぱりだん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 国民を忘れていく。どんだけこの怒りが続くかね、ということですよね。都議選の結果はこうですけれども、何せ受け皿がない。民進党が議席を伸ばしてないんだね。で、共産党は伸ばしたね。まあ、当然の結果だろうね。で、共産党に政権を渡すなんてことは、まあ当面ありえないと思いますけれども、あまりにもこの、リベラル派っていうところがないのでね、民進党が果たしてリベラルなのか、自民党と私は大して違わないんじゃないかという目で見てますから、民進党が政権を取ったとして自民党とどんだけ違うんだろう。結局は大企業や大企業の雇用労働組合から支援を受けている政党、それをきっちし批判できない政党、共産党だけが、まあそういうことが一番ないだろうと思われるところですよね。あ、なんか落としたよ。なんか落としたよ。そういう状況の中でですよ。じゃあ共産党に政権委ねるかということに近いことを考えなきゃいけないのかな。まあ昔私が知っていた共産党というのは非常にセクト的で排他的で、自分たちさえ良ければ自分たちの仲間内のことは取り上げるけれども、他のセクターのことは一切取り上げない、
正義の味方というより自分たちの仲間の団結を固めるだけの政党に見えましたよね。でそれがこの間いろいろまあ他のグループとも仲良くしようという姿勢が見えて、それがどんだけ本当にその中身からそうなっているのか、まあそうなっているんだったらいいけどね、まあ、昔の共産党を知ってるだけにね、ちょっと心配なんですけども、昔の共産党といえばさらに我々が知ってる以前の共産党というのは火炎瓶闘争やってたんだからね、そういうところがだん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 変わってきて根本がしっかり変わっているんだったら私はいいと思いますけどね。で共産主義っていうのは私は本当に悪いと思えないですよ。共産主義が悪いんじゃなくて一党独裁という考え方が悪いんですよね。プロレタリアード独裁なんていう言葉があるけど、こんなバカバカしい言葉はなくてね、プロレタリアードだろうとだろうがエコノミストだろうがね、独裁という言葉があっていいはずがないんだよね。だから一番大事なことはその政治社会形態が民主主義であるかどうかということですよね。一部の権力者によって、権力を握った者たちによって支配されるというのが一番あっちゃいけないことであって、だから経済の仕組みが資本主義だろうが社会主義だろうが、場合によって共産主義であったとしてもですよ、みんなが納得する政治というものが行われていけばそれはそれでいいと思うんですよね。でこれはどうも良くないということであれば変えればいいんだから、それが民主主義ですよ。みんなで考えて、みんなの利益を考えて、一部のものの利益 にはならない。ところが今の共産主義社会というのは北朝鮮をはじめですよ、そうなっていないということですよね。だからみんなこれまでの歴史の中で共産主義社会の中で民主主義がきっちりし行われた国がない、そういうものを見ているから共産主義に反対する。だからマルクス・レーニンがどういうことを言ったか、だからその教科書の通りにやりましょうっていうんじゃなくてですよ、経済の仕組みとしてみんなで財産をなるべく平等に分配して、分けながらやっていくという考え方、平等と公平という考え方ね、それが徹底されていくならいいと思いますよね。でもなかなかそうならないから自由競争というものが残さざるを得ない。なぜなら人間の本質の中に怠け者の本質というのがありますよね。怠けてるやつと一生懸命頑張ったやつと同じ報酬が与えられていいはずがないわけですよ。だからそういうものも踏まえて経済の仕組みをどう作っていくか、それはちゃんと合理的に考えて一番あり得る方法をやっていけばいいわけです。そして繰り返して言いますけども、何より大事なのは何かが独裁しちゃいけないということですよね。軍国主義者が独裁しても、このコミュニストが独裁してもですよ、プロレタリアートが独裁しても、独裁がある限りは結局は基本的に同じことが起きるわけですよね。その辺を踏まえる、だからその辺がきっちりし踏まえられた上での共産党であればですよ、私はもうちょっと奇跡を与えてもいいんじゃないかと、そういうふうに思いますよね。どうなっていますかということです。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。